ずっと言ってた方に両方ベルトを持つっていうのができて嬉しいなって思います。重くないですか？めっちゃ重くてびっくりしました。ありがとうございます。試合後すごい涙を流していた場面が印象的だったんですが、その涙の意味というのを教えていただけますでしょうか？そうですね、3ラウンド目の途中で自分が下になっちゃった時にちょっと心が折れかけちゃって、それが悔しくて喋ってたらもうどんどん涙が込み上げてきました。嬉し涙ではなく悔し涙。そうですね、まだまだ実力不足だなっていうのを実感しました。実際自分がライジンで戦ってるのは浜崎選手だけなので、まだいや誰には勝てないんじゃないかっていうような声もあると思うので、全員、まあ、トーナメントで当たった相手全員文句なしで倒して皆さんに認めていただきたいなって思います。本当はなんか白いビキニを着て出ようと思ってたってお話をお聞きしたんですけども、なんでやめたんですか？ちょっと恥ずかしかったのでなんかめっちゃもうお客さんがいっぱいいたから恥ずかしいと思って、これから普通の計量の時は頑張ろうかなって思います